ちも好きだって。今日は花江でーす。イエーイ。これも配信してる隣で。何人目ですかね。花江だけ映っちゃってる。え、うち何人目？あ、ムズビタありがとう。4人目ぐらい。ユリか。うん。ユリの。4人目じゃね？ユーハ、ハルカ？ハルはだってあれ違う。あ、確かに。4人目です。お、4人目だそうです。4人目です。やったー。友達できちゃったの。そう。めっちゃ映ってる。そう、友達。実はね、初めてじゃないもんね。そう。2回目なんですよ、実は。芝公園の。こんばんは。千葉公園の人たちです。懐かしい。あ、ハルホだよ。ハルホだよ。千葉公園の人だよ。イエーイ。羊の人たちです。え、そう、羊踊った子。千葉公園の人です、みんな。羊本番。あ、どうも。羊本番、後ろに番号がなくて焦ったけど。え、25日来てくれんの？え、大好き。こんばんは。グザビタありがとう。え、みんな来てくれんの？ありがとうございます。みんなツインテールもお揃い。あ、そうなの。髪型ほぼお揃いなんですよ。え、ハルもツインテールお揃い。ね、何？ごめん。何？ごめん。なんか寂しい。ごめん。なんか寂しがり屋な。ちょっとね、本当は家で配信するんだ、する予定だったんだけど、寂しくてここで配信しちゃってる。ほぼうちずっと映ってる。うん。しかも10時予定だったのにここで9時にしてる。あ、そうだ。そう、この前に千葉公演の時のコラボ配信の時は、ユウはめちゃめちゃ戸惑いました。うん、ごめんなさい、それね。あれね、あの、普通に、あの、なんか、寂しかった。は、み、あの、そう、見てくださった方いるかな？ほとんど見てくださってるんじゃない？ちょっと本当に発信しておるので、楽しいコラボ配信にできるようにする、しますので。あれだもんね。あの、だいだいさんありがとうございます。だいだいさんありがとうございます。ずっとユウナが、あのここにこういう風に進めてくださいみたいなのがあるんですけど、ね、そう、あの、あ、花、あ、寂しい、花、花、すいませんでした。本当にすいませんでした。本当に反省しております。みんな寂しいから構ってくれ、見てくださって皆さんも本当にごめんなさい。めっちゃ面白かったって。みんな構ってくれ。面白かったっていうか、普通にうちが暴走してただけ。ね、懐かしい。そっか、もう10月とかだった。うん。そんな前なんだ。チュン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 。え、なんかチューされた。そうだね、同い年なんだね。なんかえ、そう、同い年なんですよ。いろいろ共通点が。そうですね、春も同い年なんですよ。違います。え、違います。ちょっとあとちょっとで、ね、花江はあれでしょ、あの、最年長らしくまとめたいと思ってるんでしょ。まとめ役にね、なりたくてね、あんまり今慣れてないなって思ってるので、うん、なります。頑張れ。あと8ヶ月早かったら。8ヶ月、長っ。8ヶ月はちょっと無理かも。8ヶ月はちょっと。8だっけ。スイスイが、うん、ユナたちと同じ学年っていうのはなんかまた分かるんだけど、そう、4月だから、ね、ちょっとだけなんだよね。春はちょっと無理だと思う。12月だからちょっと無理があるかも。え、今日キスの日なんだね。え、今日ラブレターの日だと。昨日キスの日じゃないの？え、そうなの？今日ラブレターの日らしい。そう、今日ラブレターの日らしいです。みんな告白してきてね。ラブレター待ってる。そう、あ、そうそうそう、今日のさ、あ、なんだっけ、変身ポーズもハートだったんですよ。いや、ブリブリしちゃったか。やっちゃった。この3人でヘンテコリズって言われてるよ。え、違うし。京都も待って、違うんだけど。ヘンテコリズ脱退します。ヘンテコじゃないんで。脱退されちゃったよ。みんなポキキタコンビ。みんなポキタじゃない、ポキタ。あ、ポキタ。そう、なんか自分で一人で配信してても肩が鳴っちゃうことがね、結構多くて、うん、ポキタって書かれる。あ、マジ。うん、チュンディディ。じゃあいい、ポキタにする。この2人ポキタにする。みんな、え、いいの、それは。うん、いいよ。みんなポキタ、ポキタでーす。ポキタでーす。チュン、ポキタ。ちょっと待って、このさ、キタを全部さ、あの、この花江の北にするとさ、ちょっと本当にポッと北になっちゃう。そう、だからユウの木で多いの方がいいんじゃない？ユウナのポキに、うん、あの木の木、
キノキ、キノキ、生えてるキノキ。最高に。あ、こっちの方がいい。こっちの方が可愛い。みんなが。カタカナポリーズ入ってんね。あのキノキに多いでポキタです。顎赤くなっちゃった。いいじゃん。イエイ。痛い。あ、顎が今日さ、シャーベットピンクのさ、あのさ、愛おしいさ、あの時さ、こけなかった。そう、なんかね、そこでしゃがむ振りなんですけど、しゃがむ時になんか、なんだったんだろうね。あ、なんかステンって言っちゃって、うん、リリック様とめちゃめちゃ言う笑ったんだけど、めっちゃ笑われてる。股間、なんか今日うちずっとフラフラして、股間というか、はるかが書いたらブザビと書いてくれたの。あ、ごめん。ん？はるちゃんのかすかに聞こえる声がおもろい。隣にぎやかだね。そうだよ。そうだよ。はるちゃん友達なの。イエイ。友達できたんだ今日。え、前半こけてたっけ。嘘。お疲れ様です。今日なんか変に間違えたってた、うん、え、なんかうちはずっとフラフラしちゃった。え、じゃあはるかさ、クラスメイトのさ時さ、階段から落ちそうになった。え、あ、待って、うちよく落ちたこと。うん、知ってるよ。知ってる。あの、ごめんだけど、ね、そこのさところアーカイブでスクショした。なんで？ドドドドってなんなかったけど、多分映ってないけどさ、結構前にクラスメイトでガタガタって落ちて爆笑された。そう、今日それが春になった。危なかった。その最初にデグ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 
かがまなきゃいけないのに、うん、思いっきり手上に上げちゃう。おーい。え、それ1列目?2列目。あ、2列目後ろ、ルアじゃないね。リリカか。うん、え、2列目のどこ真ん中?うん、端、右。ならまあまあ、まあ、でも、こうやっ、あ、右側なら大丈夫。大丈夫だったかな。全然大丈夫。多分大丈夫。真上に上げた、こう上げたわけじゃないから大丈夫。こんばんは、みんな。みんな。でもポキのさ、ポはさ、カタカナだよね。うん。ひらがなのかな。かまってくれ、みんな。でもポって本当に一言でさ、ああ、ゆうなちゃんだってわかるのすごい。ね。ね、いいよね。うちわも見やすいし。ポ。あとさ、木にさ、丸つけてる方いない?うん。それでポキって読む。じゃあ、はるか。ああ、なるほどね。じゃあ、はるかはペにする。ペ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 ちゃん。やっぱお腹すきすぎた。何?ペキ?ペペちゃんペペちゃんペちゃんペえ言いにくいんだけどなんかペちゃん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 ペいいじゃんペペちゃんペちゃん花江はえ花江でお願いしますピとかにしなくて大丈夫嬉しいピニョンとか今日が一番えそう待ってあのゆうなちゃんの画面に書かれてるけどそう私なぜか一番最初の頃ハニョンって言われてたんですよスクスイ謎ハニョンってはるかがつけたそうなんかあだ名を何にしようみたいなのを考えてる時に、うん、グループでみんながバーって送ってくれた中にハニョンがあってリーダーシップや私ねあのなんかあの春が頑張って声をかけて作ってくれたグループ、うん、3期のグループラインがあったのに、うん、誰もきあの動かさないしあそうよろしくお願いいたしますみたいな、なんかそういうめちゃ固いそうなんだよそうライン、そうそうそうだから今日の MC でも話してたけど、うん、めちゃめちゃ人見知りが集まった人たちだから、うん、そうなんだよLINEも動かなかったんだよみんなね、うん、あれなんだよあの1ヶ月ぐらいさ静かだったよね、うん、合格して1ヶ月ぐらい静かだったあ合格後は確かに最初の集合まで誰とも連絡取ってないそうでしょ、うん、でさなんかさあ誰ともは嘘かも合宿、うんうん、が始まったぐらいで、うんうん、こりゃやばいなってなって言うんだもんだよねこれ誰とも話さないだって誰とも話さなかったみんなでも合格した時なんてさ数十分話しただけだから正直全員の名前覚えられてなかったし確かにね木本が一番分かんなかった
なんか LINE と一致しなかった、うん、この子誰って、え、ゆうな LINE 誰か分からない、待って待って待って、だからさ、ゆうなさん、あの名前変えてるとかじゃなくてゆうななんだけど、そうだよ、だからゆうなちゃんって誰だっけ、やだ、え、でも全員そうだった、ほとんど、え、あの配信をもともと配信の審査に参加してたルアちゃんとハルチュンはもうしっかり分かってたけど、うん、他はあやふやふわふわしてた、ね、多分この子だと思うんだけどなみたいな、それでなんかそのこれはまずいってなって、私がちょっとあだ名で呼び合わないって急に長文のメッセージを、ね、送って、え、すげえって思った、え、勇気あるなって思った、何を見てだったのかな、多分、うん、動画かなんかで他のグループさんの、うん、ドキュメンタリーかなんかを見てたのか分かんないけど、急激にいやこのままじゃまずいサンキューまずいってなって、そう急に LINE 送って、うん、木本ちゃんが送ってくれた、本当にうち人見知りで何にもそういうの送れないタイプだから、うん、ありがたいそういうの、うん、今でもあんまり自分から人に話しかけること少ないタイプ、確かに花江から連絡来たこと写真を送られてくるだけ遅いしね、既読え、そうなんだよ、え、早い時は早いんだけど、じゃあ、もうさ半日も来ない時ある。しかもさ、びっくりしたのがさ、ユーハとかさ、ハルがスタンプ送ってもさ、あれだ、3日ぐらい既読つかない時あるから、ユーハとか、とか、花江もさ、2日ぐらいさ、既読つかない時あるの、私、スタンプ送ってるのに。今日の楽屋すごい変なノリだったよね。そうなんだよ。みんな助けて。え、でも、でも結構ね、普通に、うん、気づいたら返すんだけど、気づかなくて通り過ぎちゃうが意外とある、私。ああ、気づかれてなかった、スタンプ。え、なんか、開いて、意外と広告とか公式のとかが溜まってて、うん、その間に挟まってると通り過ぎちゃって、うん、あ、全部返したなとか思って次の日とかに、あれじゃあ、わかったわかった。ってなる。うん。あの、ピン止めしとこう。うちらのこと。え、じゃあそれ、じゃあピン止めしちゃうとさ、ハルさ、間違えて、じゃあ間違えてさ、変なこと送っちゃいそうだからさ、あの、この子に送るつもりなかったのに、この子に送っちゃったのかあるから。まあ、あの、連絡頻度が高い人たちだもんね、ピン止めってね。そう、間違えちゃうんだよね、ハルちゃんは。でも、ピン止め、ほとんどしてないかも。ね、ハルもしてない、全然。ピン止めしてるのは、うん、ずっと連絡を返してない子、なんか、地元の子とか高校のお友達でお互い全然返さないこの LINE をあのいつか返すの忘れないようにうんうん、うん、止めてだからさ、グループ LINE とかピン止めできない、下手なことを送っちゃうから、今日のご飯何とかやばいやばい、今から帰るねとかもうめっちゃ送っちゃうからさ、間違えて、ピン止めしてる？ね、3期のグループとマネージャーさんと、うん、マネージャーさんと3期生が入ってるグループだっけ、うんうんうん、え、それ間違えない？間違えない、え、すごっ、え、でも意外とさ、共有って押すとなんかあんまりいつも送る人とかがこう上に出てくるから、うん、あんまり間違えないか、誤爆とかあんましたことない、私友達があんまり、うん、あの LINE にいないから、ハルもいない、めっちゃ少ない友達、え、何人ぐらい、え、まずメンバーじゃなくてとか、メンバー全員、うん、マネージャーさんとかスタッフさんとか除いて家族除いたら、え、そしたら5人ぐらいしかいないかも、中学校のお友達 1,2,3 高校のお友達 1,2,3 いとこ、家もそれくらい、え、ハルも10、うん、そのくらい、めっちゃ少ない、え、これ誰？マネージャーさんに迎えに来てって送っちゃったの誰だっけって、これリリカじゃない？リリカとリリカとルア、あ、ルアもしてたな、え、なんかびっくり、ね、間違えてるよってね言われてた、うんうん、しかもねルアがね送った時ね一緒にいたのよ、うん、ユーナ、え、そう、その場に一緒にいて、うん、あ、じゃあね、お疲れって言ったら、その1分後とかに、うん、今終わったら迎えに来れるみたいな LINE がグループに送られてきて、え、あ、迎えに来れるってニヤニヤって送った。うん、迎え、面白い。
ね、ルアーめっちゃあれだよね、グループで間違えるよね、うん、なんか前さスタンプ持ってた、変なスタンプさいきなり見てそうグループに送られてきた、なんか 4連打ぐらいなんかスタンプが来る、うん、なんかさゴリラかなんかの変わった変なやつだった気がする、なんかねすごいそう、ウホンみたいなあでもさ3期みんなさスタンプの癖強くない、使うやつ、うん、あ癖強い、強い、え、ちょっとそんなもないよ、面白いスタンプよく知ってるなって思って見てる、うんうん、あとユーハのスタンプが可愛い、え、ユーハなんかね、うんうん、可愛いよね、なんかキモカワって感じじゃない、うん、確かに、うん、え、何これって思う、なんか初めて見たようなスタンプを結構持ってるイメージ、うん、え、鼻スタンプ使う？え、使う、なんかふわふわのキャラクターのやつじゃない、え、でもね、結構いつも限られてるかも、でもそんなにこだわりはないけど、うん、変なのよりは、うん、まあ可愛くて一般的、おいおい隣にいるぞ変なのまあまあまあ、まあ、変なの、変なスタンプばっか送るグループがあったらカオスだからね、うん、確かに、え、でもさゆなちゃんずっとあれ使ってるよね、うん、ゆうなかじさくさんめっちゃあのスタンプ好き、ありがとう、だからさこの間さ、うん、最近かじさくさんのスタンプ送ってくれないねってゆうはとるあに言われて、え、そうなんだ、うん、で送ってよ、だからもうサービスしてあげた、え、はるにも送って、めっちゃ好きなのにさあれで元気もらってるの、あ、ほんと、うん、冗談ね、普通にただ LINE がしたいだけだから送ってください、うん、花江も、うちも花江だって送っても既読つかない、そうなの、つくよ、つくつくつく、え、結構早い時は早いけど、うん、かまとま見てれば大体返す、うん、早い時めっちゃ早い花江、うん、遅い時めっちゃ遅いえ、そう、全く気づかなくて数日後に気づくタイプもたまにあるから本当に申し訳ないなと思うけど、うん、あとは普通に気づいてるけど返信内容なんて送ろうかなって迷ってたら、うん、次の日になってたとか、え、それは、ね、そんな迷わなくていいうちら相手にそうだよ、超適当でいいんだから、うん、え、でも意外とちゃんとした内容を送るときとかは一回文章を書いて自分だけのグループに聖書を送って、うんうん、そのなんていうの、長さどれぐらいの何行になるかを確認してあのちょっと長いかもなそんなことしないで大丈夫だ、別に3期の誰かに送るのでそんなことはわざわざしないけど、例えばなんか新たに追加した先輩に最初の挨拶を送るときとかの、今はしないけど一番最初のときとか、スタッフさんとかの LINE、え、だからこうこうこうでこうであれこうであでこうで よろしくお願いします、あ、3期生の北花江です、なんとかこうとかあんとかのこうとか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 でしょ、それだったらいいんだけど、でもなんかそれ だいたい追加するときってさ用事があって追加するから、うんうん、なんか長くなりすぎたらちょっとなんか、なんか分ければいいんじゃない、その一番最初の追加させていただきました、うん、ありがとうございますの文章を送ってから要件をまた、うん、あ、なるほど、ね、書けば長くならない、そうだ、ね、3行と4行とかになるんじゃない、あ、でもね1回で収めたいっていうのもあるよね、先輩だからみたいな、そう、先輩だからどうしようって結構気を使うかも、え、だよね、分かる、え、なんかそう先輩のお誕生日にご連絡をするとき、うん、追加させていただいてる方だったらするけど、うん、なんか長さ大丈夫かなって思って一回とりあえず確認してから送る、すごい、いや、びっくりした、え、そんなことしてるの、いや、すごいね、なんか長すぎてさうわって思わせる量だったら減らすし、え、どのぐらい長いの、え、どのぐらいが長いって感じる、じゃあ逆に、その、うん、スマホの、うん、例えば半分以上占めるとか、あ、でも半、あ、長いね、長いね、そん、あ、長いわね、ちょっと参考にさせていただきます、ね、え、でも先輩のお誕生日に連絡しようと思っても、うん、逆に追加させていただいてない方の場合に、うん、追加してないのに送るのは新たに追加するってことだから申し訳ないなと思って送れない、え、わかる、ね、ほうほう、意外と追加した方
そんなに全員は追加してないから、あれ数人しかいないかも。半分ぐらいの気がする。めっちゃいらっしゃる気がする。自分から追加してる？いやなんか、うん、私こう一緒にお仕事させていただいた後とかに、ね、今日はありがとうございましたって送ったりしたから、うん、その時に自分から追加する？うん。え？自分から追加する勇気が出ない。そうだよ、そう。そう。え、だって、お世話に、その、クソみたいに、うん、あの、仕事できないじゃん、まだ。クソみたい。半人前だし、入ったばっかりで素人だから、うん、あの、迷惑をかけてしまうから、うん。あの、今日は本当にありがとうございました、的なやつを。あ、連絡はすごいしっかりして。え、はる、本当に先輩、6人7人しか追加してない。でも先輩方から追加していいって聞いてくださった方、そうじゃないと、うん、なんか自分から聞けない。唯一聞けたのはななみさんぐらい。追加してもいいですか？ななみさん、ななみさんに、あ、すいません、あの追加してもいいですかって、それしか聞けない。え、なんか要件があって送ろうと思っても要件があるから追加するじゃなくて、うん、送ろうと思ってまず見て、あ、追加してない、じゃあ送らないで怒ん。そうそうだよ、そう。 あと一歩が出ないの。こう、あ、勝手に追加していいのかなって。なるだろ。めっちゃ喋りかけに行っちゃうから、あんまり気にしたことない。もう人見知りが過ぎて先輩に自分からほとんど話しかけに行けない。え、そうなんだよ。でも先輩が来てくださったらニコニコで話して。そうだよ、そう。話したいなって、こう一方的にこうおしゃべり会とか見てるけど、うん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 、見てるで終わっちゃう。なんか今日は先輩にもらったお洋服を着ました、わざわざおしゃべり会です、報告しに行ったりする。すごいね。無理だ。なんかさ、人見知りってさ、言ってたけど、なんか、なんだろう。ね、人見知りじゃないんじゃない？うん。勇気を出してる、一応。ああ。なんかもう何も考えないで、軽いノリで、誰々先輩って言ってるわけじゃないよ。ちゃんと勇気は。勇気を出して考えてるの、ね。うん。すごいね。すごい。すごいわ。だから3期生はみんな人見知りだから、あの、最初の1ヶ月、グループが、動かなかったってことだよ。え、でも人見知りすぎて別に最初数十分話しただけだし、まあそういうもんかと思ってた。逆に心配してなかった。え、じゃあ春は送りたかったんだよ。でもなんだこいつって思われたら怖いから送れなかったの、一歩が。なんかでもその合宿が始まるまで、うん、レッスンが始まるまでって本当に名前、顔と名前が一致してないから、うんうんうん、私が送ってもこの子はどんな子だったっけとか、誰かが送ってきてもこれは誰ですか？っていう状態だったからあれだけど、合宿始まってから何も連絡しないのはさすがに、もうだってみんなで仲良くご飯食べたりとかしてんのに、うん、確かにないなと思って。確かに、ね、合宿始まってちょっと経ってもあんまり送ってなかったよね、うん、うん、すごい、ゆうなちゃんありがとう、うん、尊敬。さすが最年長、うん、うん、まだだから頑張って。頑張る。まず人見知りなのかダメだよね、もうね。確かに、卒業しよう、卒業、うん、人見知り卒業したい、本当に。じゃあちょっとさ、一緒にさ先輩に話しかけに行こうじゃん。あ、行こう。ちょっと今日は誰々さん、なんか、うん、もっちゃんがさリバイバルの時にいつも話してるんだけど、うんうんうん、今日は誰々さんと写真を撮るとかみたいに、うん、今日は誰々さんに話しかけるとか目標を決めたらいいんじゃない？うん、え、だからハル、自分からさ、うん、写真撮りましょうって一回も言ったことない、先輩に。え、なんか、え、言える？ご卒業される方にあのアルバムとか用にっていうのでお願いしたりとか、うん、それもついていってるからさ、すいませんお願いしますって、なんか自分からいけない。え、でも一回、うん、自分から写真撮ってくださいって一回言えたのがゆめさんに、うん、なんかその前になんか全体の NGT 全体で配信があった時にみんなが3期が撮ってて行きたいって思ったけど勇気が出なくて固まってたの、うん、で話にも入れないし輪にも入れなくて、で時間が来ちゃってそのお開きになっちゃったから、うん、次に会った時に
すいません、3期のみんながこの間撮ってて羨ましかったので、私も。あ、かわいいじゃん、って一回言って、いいな、あの写真を撮っていただいた記憶がある。うん、花江春にも言ったよ。すいません。すいません。写真撮りたいんですけどって。やば、言ってほしいな。かわいい、今の。え、でもそれ以降ない。先輩方に自分からお願いしますって。なんかでも言うな、あ、皆さんがね、リカさんに行こうよみたいなこと、うん。撮っていただいたことないけど。そう、でも、ツーショットは、うん、撮っていただいたことないんですけど、話しかけには行ったことあって。え、すごっ、すごっ。なんか、あのさ、ショールーム選抜か、なんかのイベントの時に、うんうんうん、多分遅い時間だから最年長組のところにリカさんが来てくださって、来てくださった。ギフトを投げてくださったじゃない。があったの。うん、あったあった。で、無料のことじゃないじゃん。うん。そのお金を私にかけてくださってるから、あの直接お礼言いに行こうと思って、あの多分ツアーのリハとかの時に、リカさんって言って、ありがとうございますみたいな言って、うん、あ全然ってかなんかそのお世辞だと思うけど、可愛かったから投げちゃったって。言ってくださって、リカさんってなる。でしょ。マジで。ちょっと春も勇気出そうか。うん、出しな。リカさんお話ししたいけど自分からお話しできない、うん。でもこの前生写真撮影の時に、なんかリップをもうちょっとこう輪郭に沿って塗った方がいいよみたいな、もっともうちょっと濃く塗って大丈夫だよみたいなことを言っていただいて。うんうん。そこで何回か会話できた。そう、話しかけてくださるじゃん。そう、話しかけてくださると話せるんだけど、うん、自分から行くのが難しい。うん、わかる。確かに。いいね、ハナニャン。ハナニャンなんでいきなり。ハナニャンって書いてあった。ハナニャンは私じゃないので。え、ハナニャンじゃないの？私じゃない、別の生き物。あ、そうなの？うん。あ、ごめん。全然いいんだけど。ハナニャンはね、ユーニャやったよ。ユーニャユーニャやったじゃん。あ、あの時、うん、日向祭りさんでね、うん、懐かしい。あの時もやった。なんかショールームのイベントでなんかね、猫耳をつけたの、うんうん、でニャンを語尾にしてって言われて、うん、まあめったにないし一貫みたいなノリでやったら、ずっとハナニャンって言われるようになってた。いいですね。皆さん持ってってください。ハナニャンです。もう配信ではほとんどなりませんよって言ってるから。ハナニャンです。そう、ハナニャン冬眠中だから。あ、そうなんだ。冬眠してんだ、今。季節に限らず冬眠するから。仮眠ってこと？だってね。だってそうじゃないじゃん。あ、確かに。あ、なるほどね。夏だから。仮眠ってことかな。でもおしゃべり会では、ハナニャン言ってくださいって言っていただく方が多いから、うん、ちゃんと毎回持参はしていく。ハナニャンの部がなくても、うんうん、持参はしていって言われたらつける。ハナニャン本を並びたいな。ハナニャンやってくださいって。ハナニャン本当にね、神経がすり減っていく。誰恥ずかしすぎて。3期の誰かと誰かのおしゃべり会に一人だけ行けるとしたら誰のとこ行く？なっちゃん。あ、そうだ。聞いた人間違えた。あ、ごめん。え、わかんない。え、でも、え、意外とユーハがいい。あー、わかる。ユーハ、なんかもう、本当に、なんか、もう、行くだけで癒しじゃん。うんうんうん、空気感がもう。なんかさ、リラックス、その時のさ、疲れ度によって皆さんわかりますか、うん、あの、こういううるさい、うるさい人たちは、え、でも、疲れてると、もううるさい。そんなことない。確かに。元気出してほしいと思ったらゆうなちゃんとこ行く。そうだ、そうそうそう。うん、あの、疲れてなくて、あの、楽しくやりたいなって時は、あの、おすすめだけど、疲れてて、リラックスとか、うん、癒しを欲しいってなったら、うん、違うと思うのよ。あ、確かに。もはるちゃん。まっちゃんとか、なんか、花江とか、ゆうはとかに行くと思うんだよね。でも、ディスモちゃんのおしゃべり会行きたいわ。可愛い画面拝みたいんでしょ。拝みたい。そういうタイプもいると思う。すごい。拝みたいし、なんか、普段メンバーだから、メンバー同士だから、うん、例えばなんかなんだろう、ちょっと無茶ぶりしても、うん、うーんってなるじゃん。でもおしゃべり会で例えば投げキスしてくださいとかだったら、もしかしたら
応答してくれるかもみたいな。あー、わかる。でもなっちゃんがいいんでしょ。俺言うの選ばないじゃん。え、そういうことでしょ。だからじゃあ春は別にあの清人もいいと思う。ありがとう、その使い加えた感じ。清人ちゃんも、清人ちゃんもすごい好きですよ。ありがとう、ゆも春大好きだよ。もっとちょうだい。ちょっとやだ。もっと違う。え、でも、あ、でも、あ、でも京都かもしんない、一番行きたいの。違う、さっきな。好きって即答してたから、ね。違う、違う。あのさ、カニつけてさ、京都、カニつけてきちゃったってやりたい。爆笑して15秒終わるよ。え、確かに。え、でも、一番長時間で話したい。長時間で話したい。うん、なんだろう。15秒じゃなくて、もうずっと話してたいな、うん。ええー、嬉しい。おぉ。うん、キモトですね。確かに。いろんなこと話して、話題振ってくれそうです、ね。え、そうそうそう。長時間向き。ね。いや、話題、長時間向き。いや、長時間でもちろん、長時間。楽しく楽しく聞けるんだけど。花江のギャルメイクの時行きたい。ああ。やはり、ハナニャンの時行きたいな。え、あの、かぶり物があれ、花にゃん。猫耳が。あ、そっかそっかそっか、そうだ。かぶり物、なんかお花の。あ、あれは笑顔の花。笑顔の花か。あれもいいね。あの時もいいと思う、すごい。あれね、あれ、あれね、ここのね、耳が塞がっちゃうから、オフラインじゃできないのよ。聞こえなくて。あ、そういうことか。確かに。オフラインね、皆さん大きい声で喋ってください。6月25日あるけど。大きい声でお願いします。え、ちょっと聞きたい。皆さん、あの、花江の声届いてますか？え、そう、私結構大きい声出してもさ、全然通らない。あ、そうそうそう、あのさ、あの声が通らない。と、かえ、跳ね返ってきそうだね。え、逆にさ、なんかね、びっくりしたんだけどさ、京都とさ、部違うのに、あの、控え室にいて、京都の笑い声めっちゃ聞こえる。あ、聞こえた。そう、だから、なんか、別に、あれは普通だけど、皆さんに聞こえてないのは一番嫌なのね。あ、確かに。それで、え、何？ってなるのが嫌だから。え、めっちゃすごいなって思う。え、なんか声通りやすくない？めっちゃ。通りやすい。え、めっちゃ羨ましい。腹から声出してんだ。腹から声出してんだ。それなのにさ、なんか声枯れないってさ、言ってたよね。だから喉から出してない。あの、腹から出せば声枯れない。なるほど。え、ね、短時間向き誰なのって言われてる。短時間向き。短時間でも。じゃあ、鼻じゃない。え、なんか、そうかな。来てくれてありがとうございます。え、逆に意外とおしゃべりたい。私一方的に話してるから。お花咲かせます。え？え、合ってる？え、なんか短時間、みんな短時間じゃ足りないよね。みんな意外とあの、結構、喋る系だと思う。3期。うん、一方的に。なんか、私は一方的に話しすぎちゃって、うん、逆に、時間でブツって切れちゃうタイプ。あ、そう、一緒一緒一緒。一緒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 。一緒一緒一緒。春もそう。あ、オンラインとかさ、オンラインとかさ、あの、なんとか、なんとかだよね。もう返しが返ってこないでさ、あ、ごめんごめん、話しすぎたでね、ブツって切れてるからね、あ、ありがとうってなる。じゃあ、あ、あり、ありでもう。そうだから、ありでも。あ、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 すごい、なんか、例えば長い方とかだと、もう全く気にしないで話してるから、全然見てなくて、気づいたら、あと3秒ですみたいな。うん、え、あー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 で終わる。あーあーってなって、もう、なんか、申し訳ない。ね、だから、ポキさんは何枚やってもそれって言われてる。そうなの。何枚やっても、だから一緒だよ。みんなそうなんだよ。だから、短時間でもとかないよね。うん、なんかだからさ、あ、はじめまして、どこから来ましたとかさ言ってさ、うん、こんにちはって言ってさ、ずっと、あ、声見た時から可愛いと思ってて、あ、ありがとうございます。あ、バイ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 じゃん。うん、15秒じゃそれだよね。うん、うん、うん。15秒じゃそれ。皆さん。皆さん足りないわ。でも、結構前だけど、リリカさんは面白いってコメントあって。なんか、リリカのさ、オンライン聞いた。めっちゃわかる。めっちゃ面白い。マジで面白い。めっちゃ面白い。じゃ、隣にいて、もう笑っちゃうもん、聞いてて。そう、あ、なんかいきなりさ、オンラインで1対1でさ、あの、来てくださった方と話してるのにさ、ねえ、そうだよね、とか言ってさ、ねえ、そうなのねって言われた。誰？リリカちゃんに向かって。
かってさ言われて、何の話ですかって、ね、そうだよね、何ってそう、リリカこっちに話しかけてきて、そういきなりと思って、多分ヘンテコリズの話だったと思うんだけど、そうびっくりした。しかもさ、あの何、あのこんにちはの時間にさ、あこんばんは、あ間違い、おはよう、あこんこんにちは違うってこんにちはって言われてなかった、こんばんは、あ違う、あおはよう、あ違う違う、やっぱリリカこ、リリカもさ何枚かないと無理だね、話せないね。ありがとうございます、あありがとうございますずっと本当に面白い、みんなのおしゃべり会マジで面白い、聞いてて、うん、面白い、うん、ね、15秒で早口で喋ってくれそうだなってものはリリノともっちゃん、あもっちゃんなんかちゃんとまとめてくれそう、ちゃんと時間内に話をまとめてくれそう、わ、うん、ーってこうならなそう、うんうん、確かに、あ、うん、でもリリノちゃんもそうだね、時間に合わせてくれそう、うん、なんかなんちゃんと名前とかを覚え覚えてくれてて、うんうん、え、この間公園いたよねとか言ってくれそう、うん、それで、うん、知っててくれたのって、でもそれハルもやるよ、それユウもやるよ、それハルもやるからね、ユウもやるんだけど、ユウもやるよ、ね、ハルもやるけどね、そうだよ、ユウもやるよ、そうだよ、ハルもやるからね、みんなみんな、あのあ、3期生全員行ってみようかなって、やったー、でも春が悲しんじゃう、ね、春もやるよ絶対、ね、公園で見たことあるよみたいな、何々さんだよねとか、あほらみんななるね、だってうんうんとか、うん、ポキちゃんもやるよね、ほらほらね、公園でよく来てくださってるけど、おしゃべり会だとなかなかね、お話ししたことがない方とかだと、お顔は覚えてるけどお名前知らないってなった時に、あ公園で知ってますって方いる、いるよね、うん、私はそれをあのあーって叫ぶんですよ、ユー爆笑する、あわかるわかる、あーって公園の方だみたいな、ちょっとなんか両端うるさすぎて鼻が戸惑ってるから、全然戸惑ってない、全然鼻だれだもんね、鼻はどうやって反応する、ニャン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 、絶対ないわ、絶対絶対ないです、絶対ありえません、え普通に、え公園で知ってるよ、お名前聞いてもいい、え普通に意外と落ち着いて話してるかも、なるほど、お、え意外と結構こっちからどんどん聞いちゃう、いろんなこと、確かに春も聞くけどね、え春も聞くけどね、春はガオーの武器があるって、えそうなんだよ、なんかね、あの新規さんがよく来てくれるんですよ、うん、おしゃべり会に、うん、それがなんか連続で、すいませんガオお願いします、すいませんガオお願いしますって、すいませんガオお願いしますって、なんかすごい大量発生してる、えだからさ言われ、あのさお願いされたらやる、にゃんって言ってください、にゃんで話してくださいとか言われたらやる、はなにゃんは、うん、うん、やる、はなにゃんじゃなかったらやらないってこと、うん、はなにゃんの部じゃなくてもおしゃべり会ならやる、だってって決めた、みんなだってえでも意外と皆さん忘れ去られてて、この前のオンラインは1人か2人しかいなかった、花にゃんじゃない、えみんな、なんかさ私が結構あの黒猫のカチューシャとかしておしゃべり会やったりとかすると、うんうんうん、めちゃめちゃ好評なのね、猫好きですみたいな、うんうん、やっぱりなんか猫のコスプレしてると可愛さが増し増しですみたいな感じだから、結構にゃん求められてると思うよ、でもにゃん語尾にゃんかなり恥ずかしい、恥ずかしいけどでもやってくれるんでしょね、はいもうちょっと鼻のところ行こうね、え、ね、すいませんにゃんにゃんお願いしますよってもうやだえはるちゃんに向かってさにゃんで喋るの恥ずくない、恥ずかしい、言うの無理かも、えちょっとにゃんお願いします、嫌です、嫌です、それもオンラインおしゃべり会って先輩方みんな同じ部屋にいるから、うん、たまたま静かな時とかだと結構皆さんに聞こえてるわけ、うん、えそうだ、そうその時めっちゃはずい、めっちゃはずいね、めっちゃシーンとなってる時にさにゃんお願いしますとかさ、ね、あのガオお願いしますの時行きますよ、ガオみたいな言うね、あのね
周り見えなくなるやってると。え、めっちゃ聞こえるよ。バカでかいもんね。うん。ゆうなちゃんは席めっちゃ遠くても聞こえる。そう。聞こえる。一番聞こえる、うん。オフラインももちろん聞こえるし。うん。オフライン、そう、後ろに戻ってから聞こえるのはいつも。これ何時まで配信？10時前？でも9時、もうちょっと前に始めたよね。うん。45分ぐらい。何分から始めたっけ私たち。でもチャット送りたいから10時よりは早めがいいかもね。あ、56分からだって。え、45ぐらいにしない？そうしよう。45ぐらいだからもうみんな追加してね。やば、バッテリーがあと 15% です。追加してね。フォローしてね。オフラインで頼むのが無難だよね。確かに。にゃんとか、あのガオとか、あとポキポキも。ポキポキ。ポキポキ。ポキ言ったことないんだよね。何ポキポキ。ポキポキって。ポキポキって。あ、ちゃんと鳴らしてくださいってこと？ポキポキって鳴らす。え、でも鳴らそうと思ってさ、鳴らせるもんじゃなくない？確かに。うん、そうなの。たまたま鳴っちゃった。そう、こうやっていじってたりとかすると、たまにポキポキって言っちゃう。あ、皆さん、どれくらいのさ、チャットの頻度？え、チャット結構送ってる。メールより送っちゃった。だって皆さん。あ、しかもチャットで、ね、あの、変な動画送ってます、毎回。変な動画？なんか、ゆうなとの変な動画とか送ってるでしょ。そうだよ、そう。結構、短めの動画を、1日1本か2本。うん、すごっ。昨日はお休みのおやすみなさいってささやく動画を送った。かわいい。ゆうなんかさ、お休みって言うの忘れてさ、2秒くらいずっと手振ってる動画を送っちゃってさ、あ、声出してなかった、もう一回送ろう。もう一回。すごい。撮り直したよ。ね、マッシーさん100超えたらしいよ。何が？送ってるの？うん、すごい。うち逆に送りすぎかなとか思ってさ、最初の、そうだよね、昨日、おととい、そうなんだよ。でも今日ね、ちょっと全然送ってないので、この後めっちゃ送ります。そうなの。送りすぎかなって考えちゃうんだよね、なんか。でも意外と短文だから送りやすくて。そう、めっちゃ送りたいんだけど。めっちゃ短文のメッセージ送ってるかも。うん。バーって送っちゃう。いや、なんか、今日寒いよね。半袖、半袖来ちゃったんだけど、とか言って。LINE みたい。そう、LINE みたいにしちゃう。じゃあハローちょっとやるわ、それ。でも黄砂結構降ってるらしいから気をつけてね、みたいな。うわわわ、いいね。いいじゃん。今日の天気は晴れですとか、晴れです、雨の時に晴れてますって。なんかそう、短文だからめっちゃ送りたくなっちゃうんだけど、うん、メッセージは送りすぎだからちょっと抑える。そうなんだよね。いっぱい送って大丈夫みたいな。だってみんな送ってほしいって言ってるよ。じゃあさ、ご飯のど、あの、ご飯の。食べてる動画。ご飯、いるの？ご飯、いただきまーす。いただきまーす。これはいらなくない？ご飯食べてますよっていうさ、写真とか、ご飯の。ああ、なるほど。そういう写真だと思ったけど、ご飯食べてる。食べたご飯ってことか。そう。なるほどね。上になんか着てきた。わかる？うん。ハ、う、ス、ん。着てないの？うん。寒っ。これで着ちゃった。うちなんてめっちゃモコモコのコート。そうだよ。内側に、しかもなんかリバーシブルっぽい感じの。そう、リバーシブルの。びっくりした。モコモコの、うん、あの、なんていうの、ファーっぽい質感の普通に冬着るやつを着てきた今日。ね、暑そうだって。暑そうだったよね。びっくりした。あったかくぬくぬく。ぬくぬく。あったかかった、ぬくぬく。びっくりした、本当に。鼻歌った時にさ、何それね。でも、ゆうはちゃんも結構コート着てた、今日。でも薄かったよ。薄かった。じゃあ、鼻のはさ、内側もおこもこすぎる。びっくりしたもん。って、今冬だっけって思っちゃった。まだ今年っていうか、春になってから、薄い上着を着てないんだよね、一回も。パジャマノースリーブだよ。春年中無休のさ、半袖短パンですね。全然モコモコの着てる。でもないでも、あのメンバーが遊びに来るとかなるとき、あのパジャマでいたいんですけど、あのちゃんと着替えてね、あの長袖にしてるんだよ、合わせてるみんな。
半袖だったけど。じゃあそれあのゆなちゃんの時だけで、ありがとうありがとう。だけ素を出せるから、だって半袖仲間だから。あ、そっか、半袖同盟組んでんだった。そうそう。え、ノースリーブってそれってさ、何もかけないで寝るの？え、違う。え、もう布団かけない。でもね、布団かけてんだけど、うん、暑くて、うん、起きちゃうから半分くらいに折って、半分出して寝る。え、わかる。モコモコパジャマに普通に毛布じゃない。モコモコなの？モコモコパジャマに。え、暑い。絶対汗かいてるよ。サウナ行く夢とか見ない？え、全然。え、でも、なんだろう。家のね、窓全く開けないからっていうのもあって、多分、部屋が全然寒くて、暖房も結構、最近入れなくなったけど、入れてたし、5月入ってからも。全然毛布もかぶってるし。え、毛布、暑いよ、もう。タワーキストだよ、もう。とか、毛布、あの、ここにかけて配信してる。え？タオルケット、まだ分かる。待って、新潟に住んでるよね。やばくない？え、同じところに住んでる？近くに住んでる？本当に。あれ？え、北極とか行ってる？いいんでない。え、なんでだろう。びっくりした。なんか冷凍のフルーツをよく食べるからなのかな。うわぁ、結構絶対冷えてる。結構冷やすんだよね、体。もう45。みんなそれぞれ、あの、壇上読まないと、ね。へんてこだなって言われちゃった。ああ。じゃあ、今日は、壇上読むとき、語尾ににゃんをつけてください。あの、13位、なれないにゃん。ありがとうございます、にゃん。じゃあ、ゆうなちゃんもやろう。あ、じゃあ、はるかちゃんも。いや、はる、いつもチューしてるの。チューポキ。え、ポキ。何々ポキ。うん。何々ポキ。だから、はる。え、みんな嬉しいよね、それは。すごく嬉しいと思うよね。えぇ、春も呼ばれた。やったー、だってほら。イェーイ。じゃあちょっともう、あ、やる？さっき。え、いいよ、別に。仕方ない、やるか。うおー、皆さん。ちょっと待って。ごめんなさい、カメラ隠しちゃって。もうカメラこっち側にしたからほとんど隠しちゃう。違う、これか。うん。あれ？なんかさ、配信が終了したかも。え？なんか、閉じ。あ、今閉じちゃってるくない？え、あ、オッケーオッケー。あ、配信してる。でも1時間経ってないからきっと大丈夫だよ。うん、大丈夫。なんか勝手に配信が一回切れた。固まってる今。え、でも電波悪いよね。うちもなんかラグが結構ある気がする。やばい、ランキング上いけねえ。じゃあ先にうち読もうかな。あ、皆さん、なんかさ、そのランキングのさ、スクショをさ、うん、ツイッターに載っけてもらえば、皆さんの。あの、7位からここは見えるから。でも7位からしか見えないじゃん。え、でもじゃあ13位からいるんだよ、ここ。あ、そっかそっか。壇上のここのアバターの名前を読むとか。あ、オッケーオッケー、いいじゃん。え、なんかバグってるんだけど、止まってるって、はるちゅんの。え、そうなんだよ。え、でも戻った、今。戻ったんだけど。はるちゅんの止まってる。え、そう。え、これ配信終われなくない？これ、絶対。配信終わらないんだけど、これ。みんなが電源一回切るしかないんだよ。一回ちょっと待って。一回電源切って、ショールーム落として、一からやる。で、その間に読んでるね、うん。読んでるよね。はい、どうぞ。いきまーす。13位からじゃないの？私1位からやる。なんかラグとかがあって、例えばだけど、見てる方が1分差あってさ、13位から読んでって、あれ ?5 位で切れちゃったとかなった時に、あれってなりそうだから、1位から読んでる。やばい。配信本当に切れないよ、これ。あ、でもさ、1位から見えてるくない？じゃあ、1位から見えてる。でも今度7位までしか見えない。え、そうなんだ、そう。あら。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。てか、2人の画面なんかさ、明るくていいね。うん、なんか茶色くない？あ、いいから早く、ちゃんと送れなくなっちゃう。ちゃんと送りたいの。全然送ってないけど、ちょっと待って。名前が皆さん長くてごめん。ちょっと待って。1位からいきます。花江さんは、ケンジの完璧で究極のアイドルです。にゃんにゃんよいしょ。ありがとうございます、にゃん。かわいい。鋼のギュスターブにゃん。ありがとうにゃん。ありがとうございます、にゃん。ありがとうにゃん。よかったよかった。今動いた。3位、はなはなにゃん。ありがとうにゃん。ありがとうございます。にゃん。動いた。4位、ファントム、お花の蚊。カチューシャ恐れキャンペーン実施中にゃんにゃーありがとうにゃー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 なんかリアルな
よかった。サンソンニャン、ありがとにゃー。にゃー。6位、コミュニスト、花江ちゃんしか見えない国在住にゃん。ありがとにゃー。にゃー。めっちゃいるんだけど野良猫が。7位、雪だるまにゃん、ありがとにゃー。にゃー。8位、パンダの帝王にゃん、ありがとにゃー。にゃー。やばい、応答が返ってくる。9位、しめじじにゃん、ありがとにゃー。にゃー。10位、ウルグスにゃん、ありがとにゃー。にゃー。11位、フロゴルファーにゃん、ありがとにゃー。にゃー。12位、茨城のゆうきにゃん、ありがとうございますにゃー。にゃー。13位、ゆきまるにゃん、ありがとにゃー。にゃー。ありがとうございますにゃー。いいね。じゃあ読みますね。あ、止まらないうちに読んじゃう？あ、読んじゃう。じゃあどうぞ。よっしゃー、行きましょう。それでは13位。え、待って、ごめん、うち電源切れる、落ちる、ちょっと待って、落ちる前にごめん、切っていい、うん、いいよ、ごめん、切ります、ありがとうございました、ありがとう、ごめんなさい、ちょっと